アンビシャスミッション。はい、どうも、トースクチュードレンのつくもです。ということで、ヤエルートパート17ですかね、続からやっていきたいと思います。うん、うまい。やった。休みの日、今度こそちゃんとしたレーズンを仕入れてきて、改めてクッキーを作り直した。もちろん成功だ。八重ちゃんは姉さんより料理上手だからな。うまーうまいであります。あ、お二人が最近ずっと機嫌がいい理由わかったであります。このレーズンを見つけたから。うー、美味しいのはいいけど、作りすぎちゃうのが難点ですね。使ってるスパイスの配合比率的に一度にたくさん作らないと難しくなっちゃうんだよ。今回もみんなに配っていこう。あらあら、ありがとさん。いえ、もらえるならマネーが良かったけど、甘いもんも大歓迎だよ。正直な人だ。どこから行きます？かぐやとにじむは捕まらなかったし、ジムかな。小次郎っていういっぱい食べるやつがいる。ジムって体鍛えてるんですよね。甘いもの持って行って大丈夫かな。ああ、怒られるかもな。小次郎は喜ぶだろうが、周りの目があれだ。ジムって砂糖とか炭水化物を目の敵にしてる人が結構な比率でいるからな。よう、見かけ。あ、どうもっす。知り合いに会った。これから仕事っすか？ああ、ようやくサホロをなんちゃらに返す会とかいう変な奴らが引いたから、今のうちにってな。いや、納期ギリギリだよ。頑張ってください。クッキーを渡す。おー、ありがたい。おい、これ彼女さんの手作りか？はい。かー、幸せをお裾分けってか。健全な恋愛してんな、青少年。背中をバシバシされた。礼を言って去っていく監督。よく考えたら、二人でクッキーを配り歩くってなんだか照れますね。ちょっとあんまりないよね。なんというか、若干料理が趣味の夫婦感あるというか。学校にも来てみる。かぐやが来ていないか一応見たが、物質は空だったが。はあ、困って困った。困った困ったよ。ボディーガードの方がいる。どうしたの先生？あれ、というか先生、会うの久しぶり。よくよく思い出してみると、最近全然部活に来てなかったような。ネス君、実は大変困ったことになったのです。ん？実はですね、演劇部と映像研がタッグを組んで撮ることに決めた。それはクッキーか？いや、すごい変わりようが。は？クッキーの匂いがする。あ、確かにカリ先生めっちゃ好きでしたもんね。ああ、香りで気づいたのね。途中で急に話変えれないよ、びっくりした。先生もどうぞ。やった、ちょうどまた食べたかったんだ。先生が普通に日本語喋ってる。おお、気のせいです。二重生活って大変だな。それで困ったことって？実はカリス先生を主役にした映画を撮ることに決まり、今その脚本を決めているのですが。あれ、マジだったのか。そんな話が出てるってところまでは聞いていたけど、進んでいたらしい。君たちは知らないだろうけれど、実は先生は運動神経抜群でね。知ってるわ、嫌なくらい。そのため脚本と演出を大きく変えて、アクション要素を大幅に取り入れたんだけど、今になって主役を先生がやるってどうなのって意見が出てきたんだ。めちゃくちゃ今更ですよね。最初に気づけ。学生が部活動として作る演劇作品で主役が先生はおかしいだろ。それで先生にはアクションを受ける役、つまり敵役に回ってもらったんだけど、そのせいで主役がいなくなっちゃって。
どうしようかな。先生以外の主役が見つからないよ。内容誰かいないかな。うちの生徒で女の子で可愛くてアクションができるような子。一人じゃないですか、そのね。アクションができる可愛い女の子。ちら。無理です。まあだよね。八重ちゃんはそういうの一番苦手だもんな。はあ、誰かいないかな。このアクションありのミステリー映画、主役を受けてくれる探偵役にぴったりな女の子。ああ、そっちなら、なるほどね。めちゃくちゃぴったりの子いますよね。探偵？それなら。ならできますが、すごすぎるよ。今4階から飛び降りたよね。いや、その前に東校舎から西校舎へ飛び移ってたよ。多分軽く空飛んでたよ。軽く空と、まあね、シャルですからね。空でハーってやった時、なんか飛んでた木の塊みたいなの、何？頼むシャルロット君、ぜひともうちの映画に。おー、仕事の合間にならいいでありますよ。平和に片付いてよかった、よかった。シャルちゃん、大丈夫かな。心配ないだろ、先生がいるし。それはそれで心配だね。後で両方に注意しておこう。にしても、八重ちゃん、受ければよかったのに。アクションならできるだろ。アクションなら…でも無理ですよ。映画って人に見られる仕事じゃないですか。だったら八重ちゃんの根本的な部分、引っ込み思案で写真に撮られるのすら反射的に逃げてしまう性格、今は波紋がどうので見送ってるけど、この点もいずれはどうにかしないと。お母さんが挙げた八重ちゃんの弱点、これは確かなものだ。彼女には引っ込み思案で積極性がないという大きな弱点が。クビにされるの、されるかの瀬戸際である今はひとまず保留にしてあるけど、クビを免れた場合、石川五右衛門に復帰した場合は、改めてこの点にも目を向けなくちゃならない。三影さん、あ、いや、次行こうか。はい。せっかくなのでこっちにもお裾分け。ちょっと悲しいですよね、これね。あんだって。あ、でも本当美味しいわ、これ。どうやったの？姉さんとは料理スキルの根本的な部分が違う。これはいわば八重ちゃんの女性らしさ、しとやかさ、なんかね、母性、そういった要素が複雑に絡み合って姉さんじゃ出せな。あのレーズンがお高いのを使ってまして。ああ、そこか。私はスーパーの適当に目に入ったので済ませたから。ねえねえ、もっと欲しい。はい。子供らに呼ばれる八重ちゃん、俺と姉さん二人になった。食材の質はね、どうしても違いがね。まあそれでいいよ。ところでチビどもあれからどう？怖がったりしてないか？大丈夫みたい。まあそもそも実物を見たのがタケとプーしかいないし。いいか、プー、お化けが出たらな、こうやって忍法でな。すごい。とまあ二人とも大丈夫みたい。そうか、縁にトラウマになっていないか心配だったけど大丈夫みたいだな。俺はちょっとトラウマだよ。しばらく動物園行けない。ありがとうね、ミカ。ん？毎度この院に何かあるたびに、都合よくホテルが招待してくれたり、都合よく何か解決してたり。全部ね、都合よくね。俺は何もしてない。
そう？でもいいの、言いたいの。ありがとう、ミカ。いや、マジで何もしてないんだけどな。ほとんどはかぐやと、今回は八重ちゃんやお母さんみたいな石川家の人たちが解決してくれた。今度、残ってたさつまいもで焼き芋やるから、あんたも来なさい。うん、わった。でも焼き芋やるほど残ってるか。畑のさつまいもは熊にとって一番のご馳走だったようで、あらかた掘り尽くされていた気がする。ああ、実はさ、そのことを職員の人たちに言ったら、大変ね、かわいそうねって、いろんな畑に掛け合ったみたいで、割と食べきれない量のお芋をいただくことになりました。あったけえな、北海道は。秋頃から収穫始めるそうだから、9月から12月あたりまでは毎週焼き芋をやることになりそうです。あったけえ、あったけえ。あと話の流れで10倍くらいジャガイモももらえる。暑いな、北海道は。すでに段ボールいくつか分くらいもらってるから、あんたもこの後持っていきなさいよ。前に持たされた分がまだ残ってる。わかってる、でも持ってけ。そして目が入る前に食え。つらい。文句言わない。私の家も冷蔵庫ジャガ尽くしなんだから。花の女子大生が家ではジャガイモ尽くしか。なめんな。家でどうだろうと、こっちは表向きは可愛いところの女子大生じゃい。食うもん9割モンブランじゃい。ちなみにさ、ジャガイモの処理方法でおすすめの調理方法とかある？ジャガイモ料理なんて別に、ふかしてバターなり塩辛なり乗せて食うのがベストよ。それはもう飽きた。肉じゃがとかチーズ焼きとか？それも飽きた。もっと簡単なのな。そうさな、一番簡単なのは、あ、ほらあれ、ふかすなり煮るなりして火を入れて柔らかくして、皮を取ってすりつぶしてペースト状にするでしょ。それをラーメンの残り汁に入れて飲む。強い。花の女子大生が家ではジャガイモ汁飲んでるのか。いいんだ、外ではミルクレープ的なもんしか食わないから。私は可愛い女子大生なんだ。そういえば誰かさん、大学のレポートは間に合ったの？ああなんかね、ラッキーが重なって大丈夫っぽくなった。ラッキー？うん、実はさ、大学で下水管が壊れたとかで地下が水浸しになるって事故があったんだよ、最近で。ちょうどレポートを提出する教授の部屋があって、全部行かれたと。手書きにしろデジタル提出にしろ、水は大敵だからね。しばらく猶予がもらえてさ余裕になっちゃった。なんだよそれ。まあ間に合いそうならいいけど。いや、気が楽だわ、しばらく遊んで暮らせる。姉さん、昔から夏休みが来るたびにそう言って、何回くらい最終日に地獄を見たっけ？夏休みの姉さんはほんとダメな子だった。うっさい。あれは本土に比べて夏休みの日数は少ないくせに、宿題だけは本土並みに出す。東北から北海道にかけての教育体系が悪いんじゃい。レポートやっとけよ。にしても下水管が、なんか最近他でもそんなこと聞いたような。次はどこに行きます？そうだな、あとクッキーのお裾分けといえばここか。ここって、そういえば八重ちゃんには話したことなかったっけ？実はここにかぐやのお姉さんがいてさ。アテナさんですか？え？あらあら、どうもっす。ご無沙汰しております。お久しぶり、みかげくん。八重ちゃんも。あら、お二人って？家が隣でして。で、八重ちゃんはアテナさんと？はい、石川家が懇意にさせていただいてます。知り合いだったらしい。意外なところで縁があるな。まあお嬢様同士だし、いろいろあるんだろうけど。うん。くんくん、美味しそうなバターの香りがしますわね。
ああ、はいはい。お嬢様っぽくない方法でお土産がバレた。渡す。やっぱりクッキー。今、お茶を入れますわね。私がやります。体を起こそうとするアテナさんに慌てて変わる八重ちゃん。かぐやとは違う感じで気を使ってるようだった。クッキーを半分ほど開けて3人で、庭で日向ぼっこすることに。アテナさんを連れてエレベーターで下へ。いつも通り目つきの鋭いナースが俺たちを見張っており、一人、八重ちゃんに反応した。八重ちゃんはあまり目を合わせないように小さく会釈しただけ、会釈だけをして目をそらす。なんだ？母です。は？私を産んでくれた母です。なぬ？スポーツで世界を目指して、一時は東京へ。まさかの、あの看護師が。でもダメだったので戻ってきて、今はここで働いています。私の専属スポーツドクターなんですの。そうなんすか。八重ちゃん、お母様と最近お話ししました？ないなら待ちますわよ。いえ、次のお盆に親族一同で集まる予定ですので。そう、お盆までまだ1ヶ月もあるのに。いいんですの？はい、一月くらいすぐです。ちょっと残念そうなアテナさんを連れて中庭へ向かった。そろそろ日の沈み出す時間だが、ギリギリ日向ぼっこには間に合った。さっきのお母さんのこと詳しく聞きたいけど。八重ちゃんはあまり話したくなさそうだった。ならいいか。八重ちゃんにとっての母親はもう石川家にしかない。それは分かってることだ。三影くん、ちょっと八重ちゃんをお借りしてよろしいかしら。ん、ああ、はい。八重ちゃん、お願いします。はい。車椅子の持ち手を八重ちゃんに任せ、ゆっくりと庭を一周しだした。女同士のってところか。なら邪魔しないとして、俺はどうしようかな。ん？ああ、どうも。この病院もう一人の知り合いに会う。おお、なんだ病気じゃあねえよな。ないっすよ、自然と話すことに。おお、レーズンクッキー。そういえば考案者が根津佐伯さんってことは。うわ、佐伯嫁のだな。おお、うまく寄せてるじゃねえか。クッキーの余りを渡したら喜んでくれた。またこいつが食えるとは思わなかった。うん、懐かしいな。おい、まあでもちょっと、違うか。味違います。レシピ通りにしたはずですけど。あ、それが違うんだ。さゆきは料理とかかなり適当だったから、こいつも作るたびに味が変わってた。八重ちゃんの気まじめさがマイナスになるパターンか。与吉のやつはこれの方が喜ぶかもな。あいつは何から何まできっちりしてないと気が済まないやつだったから。さゆきを手伝うといつもこんな味に仕上げてきたもんさ。思わぬところでこっちの名前も出る。根津与吉。今まさに俺たちが追いかけている男だ。どうした？いえ、やつのことを直接聞いてしまっていいのか一瞬引っかかったが、そうだ、この人にも無関係じゃない。やつがこの町に戻ってきた理由を聞いてみた。つまり東京での弁護士事務所という儲かる仕事よりまた札幌へ戻ってくる意味を。俺に思い当たることといえばアイヌの子守唄でしょうか。うん、だろうな。やはりか。見つければ仮想通貨から無限の財を生むアイヌの子守唄。闇金の差額なんてちんけな仕事じゃとても追いつかない莫大な金が手に入る。やつが戻ったのはやはりそれが目的だけじゃないとは思うけどよ。え？あいつはいつでも金儲けのことばっか考えてるからよ。副案は一つや二つじゃねえとは思うよ。特に、なんだ？札幌をなんちゃらする会？とてもじゃないが、子守唄に関わってくるとは思えねえ。
また別の理由があるんだろうよ。あいつが動いたなら副案が別にあるか。うん。そいつを突き止めたいか、少年。はい。なら一つ教えといてやる。俺は泥棒より怪盗が好きだからよ。お前さんに味方してやる。ニヤニヤ笑いながら言うじいさん。そう、やつは泥棒なのさ。怪盗とも盗っ人とも違う。泥棒。足音もさせず忍び込み、足跡も残さず消える。どこにもいない、どこにも存在しない。自分ってやつが存在しない。それが泥棒。まさにあいつだ。20年前もそうだったよ。まあくどいことやって荒稼ぎしてやがったのに、足跡は残さなかった。証拠だけは残さずに。だから罪には問われなかった。まあ奴が盗んだものはその時まだ存在しない。つまりその時点では何も盗んでなかったんだから、警察が何もできねえのも仕方ねえやな。奴が盗んだのは未来だったんだから。未来を盗む泥棒、それが奴だ。時間泥棒。シャレと言い回しを知ってるな。あれ、俺が教えたんだっけ。そうだよ。まさにその通り。やつはいつだって未来を盗もうと目を光らせてやがるんだ。それはそれで見事だよな。他人をお人形みたいに操れる自信がなくちゃ未来なんて盗めるわけがない。ただそれがやつの弱点だ。やつは常に未来を狙う。しかもちんけな金額じゃ我慢できない。未来のどでかい金を狙う。未来を調べな、少年。このサホロに戻ったならこの町の未来にあるはずだ。やつが狙う大金のありかはよ。未来。三影さん。あら、おじさまと話してらしたの。おお、可愛い子ちゃんたちの登場か。じゃあジジイは消えるよ。またな、少年。どうも。涼しくなってきたので日向ぼっこはほどほどに中に戻ったね。八重ちゃん、話してらっしゃいな。はあ。その間三影くんは私が預かりますわ。あ、いえ、全然何もするつもりございませんわよ。ただ八重ちゃんのため、八重ちゃんのためですわね。はい。では三影さん、私ちょっと母と話してきます。ん？ああ、なぜかさっきはその気なさそうだった A ちゃんが見張りのナースたちのもとへ。その間俺はアテナさんを部屋に戻す。はあ、三影くんと二人で話したくて、つい八重ちゃんにお母様とお話しすべきだと嘘をついてしまいましたわ。気づかれなかったかしら。大丈夫じゃないですかね。ごまかすにしても下手すぎたけど、八重ちゃんは気にしてなさそうだったし。それで俺と二人で。ええ、まずはお祝いを。八重ちゃんとハッピッピなことになったそうですわね。はあ、まあ八重ちゃんから聞いたらしい。なんか照れるな。いや、隠すことではないんだけど。本当におめでとうございます。急にどうした。全然おめでとうって顔じゃないぞ。ごめんなさい、つい顔に出ちゃいましたわ。実は私、狙ってましたの、三影くんのこと。なぬ、アテナさんが、俺を。今さら言われても困るけど、ちょっとドキドキ。かぐやちゃんとくっつかないかなって。そっちかい。狙ってたって、ずいぶん回りくどい狙い方をしたな。そしたら、三影くんが私の弟になるでしょ。私、実は妹だけじゃなく、弟も欲しかったんですの。だから狙ってましたのに。まあアテナさんみたいなお姉さんならこっちもぜひともですけど、はあ、小さくため息をつくアテナさん。それから改めて、三影くんはご存知かしら、八重ちゃんの石川家のその伝統。ご存知ですのね。くすっと笑う。そっちこそ知ってたのか。石川五右衛門、
第15代で途絶えたそうですが、八重ちゃんが今16代目を襲名したいと申しておりましたわ。そんなことまで話したんだ。ねえ、まあ古くからの付き合いがあるので私には伝えておこうというのでしょう。私としてはちょっと危ないんじゃないかって思いますわ。八重ちゃんちっちゃいですから。まあでも大丈夫そうですよ。彼女は俺よりあらゆる面で上なんで。そう、じゃあ安心。ちゃんと忍者できてますのね。ちゃんと忍者できてます。忍者じゃないのにちゃんと聞こえてるんですね、そこまでねえ、みかげくん。はい。みかげくんはこのまま怪盗さんを続けますの？うん。石川家と懇意になさるなら、みかげくんのしていることは決して彼らとは相入れませんわ。盗っ人は人を盗む職業。特に石川五右衛門は盗っ人専門の盗っ人です。怪盗とは違う。知ってる。俺が彼女たちとは違うことは。うん。どちらにしろいつまでもは続けられませんわ。いずれおまわりさんに怒られる日が来るでしょう。でもね、みかげくん、忘れないで。あなたが怪盗を名乗る以上は、あなたが盗むものを決して忘れないで。うん。あなたが手に収めるもの、あなたの手の中にあるものを忘れないで。あなたは怪盗さん、私の知ってるただ一人の素敵な怪盗さん。怪盗はいつも真実を盗む。それを忘れないで。はい、というところで今回はね、以上にしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。